スラムダンクは仙道が好き。ご視聴ありがとうございます。トーコです。ファイナルでぶつかる富士通とトヨタ自動車、どちらが優勝するのでしょうか。とても気になるところですが、もう一つ気になることがあります。それはエネオスとシャンソン、どちらが3位なのかということ。ダブルリーグでは3位決定戦をやらないため、公式に決まることはありませんが、皆さんのアンケート結果をもとに当チャンネル的な3位を発表します。それでは行ってみましょう。今回3位タイとなったのはエネオスサンフラワーズとシャンソン V マジック。どちらも優勝回数が2桁を超える日本女子バスケを象徴する2チームですね。この2チームがファイナルに進まないのは実に44年ぶりというから驚きです。21から22年は本当にいろいろなことが起こって歴史的なシーズンになりましたね。さて話を戻して、この2チームはレギュラーシーズンでも対戦しており、1勝1敗と引き分けています。とはいえレギュラーシーズンの結果はエネオスは19勝5敗、シャンソンは13勝11敗と、最終的な勝率はエネオスの方が勝っていると言えますね。今回は288件の方にご協力いただきました。ご回答ありがとうございました。それではアンケート結果の発表です。投票の結果はこんな感じになりました。ここ数年はずっと最強というイメージがあったので、エネオスが大差でシャンソンに勝っていますね。とはいえチーム全体の実力で見てもやはりエネオスの方が強いでしょう。シャンソンも強いチームですが、まだ安定感に欠ける感じがありますからね。まとめるとこんな感じになりました。ということで当チャンネル的に11から22シーズンの3位はエネオスサンフラワーズとします。本当は直接3位決定戦をしてほしいところなんですけどね。以上勝手に3位決定戦でした。最後までご視聴ありがとうございました。